どうも、ニュースクラのカームとシボレント、カンブリと知念です。お願いします。よろしくお願いします。以上、ニュースクラでした。今日は How to you game ビートボックスバージョン。 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 How to you game ジャスティス。皆さん、はぁっていうゲームはご存知ですか？はぁ、知りません。知らない。うん、時代遅れだな。いや、皆さん聞きました。はぁっていうゲームを今やるのも時代遅れだけどな。ちょっとな、俺らが時代進みすぎてるのよ。なるほど。なぜならニュースクーラーだからということですね。はぁっていうゲームというものがあります。うん、簡単に言うとですね、はい、与えられたお題を声と説明しますと、与えられたお題を声と表情だけで演じて、そのお題が何かっていうのを当てるカードゲームのことを言います。おお、カードゲーム。まあ、もっと詳しく言いますと、例えばお題がハーだとします。はい、全員ハーって言ってもらうんですよ。ハー。そうです。で、今のは多分意味が分かんない時のハーですね。違いますね。なるほどのハーです。なるほどと思った時のハーだったり、疲れた時のハーだったり、それぞれどんな時のハーかっていうのを僕が LINE で送ります。なるほど。ああ、お題をね。感情だったり、シチュエーションを与えられて、そうです。それに伴った歯を言うってことね。そうです。で、それでその人がどんな時の歯を言ってるか当てるというゲームなんですよ。簡単じゃん。それをビートボックスやります。歯歯、まあ、つまり落ち込んだ時のバスドラム。歯怒った時のハイハットなどなど。逆の方が良かった。怒った時のハイハットも舌打ちじゃんね、確かにまあ、などなどです。はいはいはい。そのようにしてですね、やっていきます。なるほど、わかりました。お分かり。ちょっと一回ハーでやってみたくない？ああ、いいですよ。それではですね、まず普通のハーっていうゲームで練習したいと思います。はい、はい、はー。ということで、黄色からお題の方が送られてきました。はい、お願いします。いきます。はい。はあ、あー、わかったわ。ちょっとなんかさ、それなんか結構いろいろ頭に。まあ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 、うまくない？じゃあ僕いきますね。よいしょ。俺地形な、地形な。はあ。分かった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 。俺うっせえ歌のかな。うま。もう一回いきます。いきます。それいいじゃん。はえ、急に来るじゃん。急に来るんだ。あー、あ、でもこれはまあ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 、これかな。え、待って、俺カンブリもう一回見たい。あ、じゃあもう一回見てみる。ちょっと二択なんだよ。カンブリは？は？オッケー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 。いきます。おお。わか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 。いきます。え？え？カームとチネ同じなんだけど。待って、俺でも思うもん。俺とチネ一緒。カームのもう一回見ていい？うん。チネ見ていい？同じやん。同じやん。じゃあカームのから答え言ってく。はい。せーの。失恋。お。失恋。失恋。おお、揃った。しぼれ。せーの。力を貯める。はい、俺。せーの。怒り。え？怒りじゃない？怒りでしょ。なんでじゃない？なるほどね。怒りでしょ。え、マジか。俺、知念なんでだと思ってた。え、それ知念。それ知念。知念、知念。せーの。なんで？いや、俺、なんでだ。ただ、カームは失恋の歯です。おー。なるほど。いやいやいや。さあね。正解。カームといえば。言えば。そうなんや。はい、僕は力を貯めるです。はいはい、分かった。でしょうね。僕の普通に発表しちゃいますか。まあ、怒りかなんで、まあ、どっちかなんですよね。怒りのなんか。ああ、怒りの。いや、怒りだ。怒りだったでしょ。怒り、怒り、怒り。ええ、カンブリの怒り方あれ。ああ。は。いや、そう、顔がね、ちゃんと怒ってた。怒ってた。いや、あれ、え、なんでの、は。かと思った。なるほどね。ああ、まあ、ちょっと俺も迷ったけどね。じゃあ知念は？俺は呆然です。全然呆然じゃないから。呆然じゃん、これ気を抜ける感じでしょ。呆然って、じゃあ、違う違う違う。そう。はぁ？なんか上がるイメージある。はぁ？ほら。おのいら、ビートボックスやったらむずそう。いや、絶対むずいよ。ビートボックスバージョン！おーい！こっからが本番だぜ！ということでですね、今、お題を送りましたので、
はい、で、そのハーの部分、一つ目、バスドラム。では、順番をこっちからにしようかな、じゃあ。はい、知念さんから。知念さんから。いきまーす。ナンバーワン、知念。ちょ、練習したいの、これ。どうぞ。え？ちっちゃいよ。おかわりください。いきます。だっても知念下手だな。あ、でもちょっと予想ついた。これにしよう。これにしよう。これかな。まあ、これぐらいってことね。いきます。はい。二番手カンドリ。何？何？あこ、あこ何？あこ。あこ何？まずまず。高音が入るす何？もう一回行きます。高い音鳴ってるよ。これです。え？あ、分かったかも。撃たれた時のバスドラムじゃん。まあ。まあ、はい、いいとしましょう。分かった、分かった、いいとしましょう。いきますよ。え？え？かっこいいじゃん。あ、でも分かったかも。気持ち入れていいからいい。もう一回、もう一回。はい。あ、OK。あ、分かったわ。いや、分かった、今の。あ、OK、分かった。はい。はい。じゃあ、いきます。あ、OK。いや、今のは、ちょっと。やばいな、これ。ほんとに、はい、いきます。表情、表情、気をつけちゃダメだよ。じゃあ、いけそう。俺から答え、まあ、知念からね、オッケー。はい、俺いきます。はい、知念の答えいきます。はい、いける。せーの、嬉しい。あ、ごめん。嬉しい、悲しい。あ、そうなんだ。え、嬉しかったか。あんぶり、はい、いきます。あんぶり、いける。オッケー、オッケー。せーの、面白い。え、感動した時面白い。少年ね、少年なんだけど。あ、ごめん、ちょっと待って。せーの、楽しい。あ、俺怒ってると思ったんだよな。変えちゃったわ。怒ってる、怒ってる。楽しいに変えちゃった。じゃあ、かまむ。せーの、驚いた時。まず、知念は B の悲しい時です。あ、え、悲しかったよね。悲しかった、あれ悲しかった。2番手、私。はい、なんだっけ、面白い時。ああ、感動して、おっ、ってやるな。違う、吹き出しじゃない。そうそうそう、そうね。じゃあ、僕のバスドラム、怒ってる時です。うわー、正解できた、これ返しちゃった。心の中でこう、みたいな。カーブはもう、驚いた時です。はい、次の音。次のお題を送ります。プリーズミー。はい、これね、ちょっとさっきより難易度が高いです。難易度というか、ビートボックスの技を発表します。はい、はい、トランペットです。トランペット。ピーピーカラー。え、トランペットの種類は関係ないよね。前から。そうです、何でもいいです。はい、では全員送り終わりましたので、自分の彼女のおっぱいのパックしてくれてきたわ。わーい、気持ちいいね。じゃあ、あのトランペット吹いてる時にこの状況だったらってイメージがいいかな。ムーさんからいきましょう。いきます。なんだそれ。顔には出さないようにした、うん、え。あー、でも分かったかも。分かった、分かった。トランペットといえばシモレですからね、皆さん心して聞くように。確かに、あとフレディビーツしかないもん。特殊すぎだね。はい、行きます。あー、分かった。分かった。そのままや。行きます。これね、これすごくない？どういうこと今の。もう一回やろうか。行きます。すごくない？俺完璧だと思うんだけど。どういうこと？分かったかも。いや、分かんねんだけど。知念の、いきます。はい。トランペットとは。トランペットの下手な人じゃん。口の形。ああ、まあでも分かった、分かった、分かった。え、ちょっと分かった、分かった、分かった。はい。分かんねえ。あ、じゃあそうかな。うん。え、オッケー、オッケー、これだよ、これだよ、オッケー、オッケー、オッケー。待った、ちょっと待ってね。定まった、定まった。定まさし。うん、定まりまさし。あ、これかなって思って聞くとぴったりだわ。顔行きます。せーの、ここで言いたいとき。え、あ、ちょっと順番に。ゴ
キブリがいた時、トイレに行きたい時、え、喧嘩中。わー、割れた。うわ、マジか。え、嘘、割れた。なるほどな。え、待って、しかもあれ、しかも知念ゴキブリって言った。うん、おっと、俺ゴキブリだと思ってたわ。あれ、シャモレン予想。シャモレン、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 シャモレン予想。シュンシュン、いきます、せーの、幽霊を見た時。はいよ、はい、もう太陽のです。はい、ありがとうございました。次、私、せーの、寝起き。忘れ物をした時。はい、忘れ物をした時。はい、寝起き、はい、寝起き、確かに。いや、俺ね、迷ったんだよね。そっか、そっか、確かに。いや、まあ、ちょ、それでも思った、思った、思った。なるほど、どっちかで迷ったんだよ。遅刻気味だったらそうかもしれないと思った。確かに、忘れ物した時、確かにね。最初は俺ゴキブリだと思ったよね、カンブリ。ゴキブリ発見して、なるほど。知念、知念、まあまあ、でももう違うと分かってるけど、まあ、言うか。せーの、ゴキブリは、なんだっけ、ゴキブリがいた時。はい、ゴキブリ喧嘩中。はい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 、じゃあ今度から正解発表してください。お前喧嘩中じゃないのか。正解はゴキブリがいた時。ああ、そうだよね。なるほどな。荒ぶってる感じを表現しました。あ、もうゴキブリ慣れてないんだな。慣れてないですね。うわ、マジか。慣れるとね、あの、下落ちてるもん。僕ですね。はい、僕は全員一致しましたね。幽霊を見た時。はい、全員正解でございます。ありがとうございます。ヒュードロドロドロみたいな。私、まあ2対1で割れましたけども、正解は忘れ物をした時。よっしゃ、一人勝ち。確かに、確かに言われてそうだなと思ったわ。いや、迷ったんだよな。確かに、あれ。じゃあ、知念の。いや、ってこいつなんだ。え、なんだろう。知念のは喧嘩中の。あー、全問正解。なるほどね。なるほどな。いや、トランペットマスターだよ。最終問題ですね。ちょっと特殊でございます。はい、お題のカード見てください。見ます。こんな感じでお題があるので、これに合う。答えれるんだけど。ああ。ビートで。ビート。ビートで。音じゃなくて。そうです。ビートね。ビートです。もう一つ構成しちゃえってことね。そうです。ああ、オッケーオッケー。そのなんだっけ、ビートやんだっけ。そう、ビートなら何でもいいでしょ。ビートなら何でもいい。さあ、もうこれを演じろってこと。さあ。ああ、オッケー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 。行きます。お願いします。お願いします。ピヨ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 。うお、はあ、なんだ、わからんて。わかんな。わかんねえ。なんだ俺。じゃあちょっと変えていい。はい、いきます。ピヨピヨ。え、いや、これ、これかな。ピヨピヨ。あー、はい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 。すげえ、すげえな。歯の量がすごい。いきます。はい。もう分かったかもしんない。もう分かったかもしんない。もう一回いきます。もう結構これジェスチャーがさ、ジェスチャーじゃあレイさんいきますか。まあ行こうかな。はい、はい。あー、分かったわ。分かった。あ、分かったか、分かったか、分かったか、分かった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 。じゃあ、いくよ、俺。はい、いきます。え、ん、もう一回。なんでやったわ。え、あー、分かっちゃった。分かった、分かった、分かった。ちょっと、下もね、もう一回言って。あー、いいよ。なんだろうな。分かった。え、待ってね、知念。ちょっと向けて。ファイナル。いや、それなんだよな。え、ユーチューバー。待って。ユーチューバーじゃん。知念がにやけてるのがどっちなんだろう。いきます。はい。せーの。悪役。ヒーロー風。ヒーロー風。ああ、最初ヒーローだと思った。悪役って言った。なるほどね。頑張りです。はい、どうぞ。せーの。怪力男。はい。怪力男。怪力男で。やっぱり少年。せーの、天才僕。いや、クールとね、正直クールか天才で、天才かな、天才。いや、どっちかだと思うんだよな。カード行きましょう。これは自信ある。せーの、セクシーに。超美系。セクシー。いやね、超美系も思った。似てるなって思った。最後の
ポーンをね、ちょっと遅らせてる感じがちょっとこう、セクシーまあまあまあ、そう、そうだな表現してるのかなみたいな思ったね。じゃあ、正解発表1年から、はい、はい、僕のやつはヒーローブッシュ。よっしゃー、やっぱりかー、イエスイエス、ブッシュが来たね。ヒーロークローバー、大力男でした。おーい、ウィナー、ナイス。そうなんですね。あ、俺か、はい、僕はですね、天才っぽくでした。いただきました。最初に予言してたのが当たったわ。勝ったわ。このお題見ただけで、はっ、はっ、はっ、はい、申し訳ないです。僕は、何度申し訳ないです。クールに。え、おー、まあ、でもクールとも捉える。確かに確かに。確かに、セクシークール、美形似てるもんね。確かに、ちょっと遅らせたのはセクシーだったかもしれない。うん、そう、なるほど、申し訳ない。確かにセクシーの選択肢見てなかったわ。セクシーだぜ、俺ら。セクシーだぜ、溢れ出るセクシー。エンディング入ります。3、4、5、バイ。お疲れ様でした。バイバイ。はい、ということでね、まあ、やってみましたけども、意外と盛り上がった。面白かった、うん、いや、おもろい。これは10万再生待ったなし。最近、見方下がりなんですよね。いやいや、あんまそういうこと言ってないからね。1万いたらいい方でしょ。なんかね、オープニングの時からね、ここにね、毛ついてる。あ、そう、俺ここだけ毛生えんの。え、あ、そういうこと。そう、ヒゲじゃない。あ、そうそう、あのね、その1本だけね、長いヒゲ生えんの。汚い、ね、あの、ナマズと一緒。ということで、今日の動画面白かったなと思った方はチャンネル登録と高評価、コメント、よろしくお願いします。以上、ニュースクーラーでした。バイ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